ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでジムに挑んでいきますか。どうもジムチャレンジャーかな。挑戦手続きをするかします。ふん、では更衣室にてユニフォームに着替え、ジムミッションの部屋に向かえ。今回のジムミッションどんな感じやろ。毎回毎回違うけん楽しいよね。ゆけい背番号7行きます。なんだそれ。この人前世は侍なんじゃないでしょうか。はい、ゴーゴー。背番号7番。ん、何これ、ピンボールみたいな感じ。これはここを人が行くの。ラテラルタウンポケモンジムジムミッションの説明をさせていただきます。こちらではカップに乗っていただき、障害物を避けながらゴール目指して進んでください。アトラクションについてマニュアルを読みますね。すげえそういう感じ。スティックを右に回すとカップは右に曲がり出し、ぐるぐる左に回すとカップは左に曲がります。壁にぶつかった場合はスティックを激しくぐるぐる回して抜けてください。いい感じでぐるぐる回ってゴールを目指すのです。ではぐるぐる回っていきなされ。なんか難しそうな感じがするな。こういうのなんかテレビ番組とかでありそうじゃない。ぐる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 。あ、でも思ったより簡単そうかな。どうやろう。向こう側から行った方が早かったか。うん、なんか思ったよりは普通に行ける。あ、ゴールなんや。で、次のステージってこと、これ。なんやろ、あれ。なんか間に。あ、トレーナー。目が回ってるんじゃないか？そんな調子で戦えるか？戦えますよ。あのワープみたいなやつなんやろ。ジムトレーナーの強氏が勝負を仕掛けてきた。あれ、入り口におった人と同じ顔やね。お、ぬいこぐま。よし、剣ハローでいけるやろ。入り口の人と双子のおじさんに。相性のいいポケモンで危なげなく勝っていくアユ。イエーイ。目が回る、いや、くらむような見事な攻撃だった。よかった。褒めてもらえた、ちゃんと。君には目を見張るものがある。素晴らしい素質を伸ばせよ。うん、行ってきます。なるほど、こうやって進んでいってそこそこにトレーナーがおるってことか。何あれ、パンチングマシーンみたいな。ある。うわ、めっちゃ押し返された。ちょ、待って、こう行って、あー、こっち違うやん。ちょ、待って。これはもう押し返されるしかないよね。はい、押し返して。ここからの、わー、そっちじゃない。そっちじゃない。こっち。よし。で、ここで押し返されての、あー、違う。ちょっとこの辺から難しくなって。徐々に難しくなって。来たぞ。あ、ここまっすぐではない。あっちや、ゴール。ちょっと待って。この辺から、ぐる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 。お、いける。オッケー。はい、ゴール。次は女の子？ぽいね。どうも。あれ、男か？女か？アトラクションのようなジムミッション。どうなの？いや、楽しいよ。ジムトレーナーの愛子が勝負を仕掛けてきた。今回のポケモン結構さ、めっちゃ引きの絵多くない？すごい、そんな豆粒みたいな状態で操作しますみたいな。確か、そうよね。飛行タイプに見せかけてカモネギは格闘タイプだったはずだから。ソードシールドでは。え、元は飛行よね、普通に。強っ。え、ネギやば。ネギの破壊力よ。はい、オッケー。効果抜群。でも、カモネギでも使えそうな技やけどね。こっちが使いうる技。お、アブリボンレベル33。オンバットレベル29。お、一匹だけ？なんて戦い方。バランスの良さを感じるわ。マジでありがとう。一体しか出してないんやけどね。バランスがいいかどうかはよくわからん。あえてくるくる目を回してバランスを鍛えるのもありだよね。まあ、私も、ちょっとね、あれ、なんていうん？体感がよろしくないから。三半規管が言いたいんですね。俺はこっちだね。しかし、もうちょっとあっちに戻れそうにないので、ここから、こう！
ぐる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 、うえめっちゃ吹き飛ばされた。なんかあれすごいでっかいパンチングマシーンあるよ。ちょっと待って、これは右側か。だけどちょっといけんけん、もう一回殴って、あ、ちょっと待って、もうちょっと勢いつけて殴ってくれてもいいんですけど、もしかしてそれだけの威力しか、え、ってことは一旦こっちに行って殴られた方がいいんかな。ちょっとデカめよね、パンチングマシン。あ、で、ここからのぐるぐるでまっすぐあっちに落ちていくと、あ、オッケーオッケー、そういうことか。んで、うえい、痛い、あ、そういう感じ、すごい、ほぼ自動的にゴールまで行った。なるほど。あ、で、この人に勝ったらその次はジムリーダー。私たちの役目は無謀なジムチャレンジャー、全員を打ち負かすこと。無謀じゃないよ、頑張るし。ジムトレーナーのトシヤが勝負を仕掛けてきた。よっしゃ。お、沢村、いいね、いいね。ってことはもう一匹はきっとエビワラーであろう。勝手に予想していく。入り口の人は実は三つ子のおじさんとか考えているうちにケンホロウが倒され、がっかりしていたら沢村ーの次がエビワラーだったことに気を良くして勝利する。あゆな、ジムチャレンジャーだった頃を思い出させてくれてありがとう。ジムチャレンジャーからジムトレーナーになったんや、すごいね、昇進やん。強いチャレンジャーの未来を応援したい。最後まで勝ち抜けよ。こういうのってジムリーダーから直接雇われるんかな。ポケモンの世界の雇用体系が気になるアユナだった。ゴール、ジムミッションクリア。あ、そっか、毎回忘れる。そういえばでっかいスタジアムに行くんよね、今から。ふぅ、頑張っていこう。リーダー戦や、リーダー戦。今回はオレンジか。かわいい。なんか若干あれなよね。ようこそジムチャレンジャー。私は斎藤です。日本人っぽ、かわいいな。顔も。あなたたちの心、どんな攻撃にも騒がないのか、私が試すとしましょう。なんか愛媛にあるスポーツ系の、何やったっけな。なんかそれもこんな感じの色合いやった気がするんよ。なんていう、ユニフォーム。ジムリーダーの斎藤が勝負を仕掛けてきた。もうちょっとニコニコしよう。顔かわいいから。お、カポエラーやん。他は誰が出てくるのかな、バルキーとか違うかな。よし、青ガラス。え、何あの動き、踊りよりやん、かわいい。軽快なステップである。ダイマックスで。私今何選んだ、ちゃんと飛行技選んだんやろうね。ちょ、ポチポチしてしまった。あ、ここにあったの飛行技やった。普通につつく選んだんかな。つつくというか、ダイマックス技。飛行系の。おー、すげえ迫力。一口で飲み込みそう。ダイアタック。これ絶対あれやん。これ絶対飛行機じゃないやん。何を選んだんだ私。おー、結構なダメージよ今の。なんであえてそこを選んだ、ダイジェットやろ。ダイジェット。オッケー、絶対さっきの一発で生き取ったはずやのに、一旦分無駄にした。つらい。またあれやん、最後ちっこい状態になるやん私。お、青ガラスレベル36。ゴロンだ、誰それ。このまんま行くけど、なんか岩タイプっぽい名前じゃない。え、全然違った。あ、ヤンチャムの進化系ってことは格闘か、普通に。よし、ダイジェット、いけー。でもこれでもうターン終わりよね。しかもやっつけれてないっていう。くそ、縮むよ縮むよ。ほら、絶対あのポケモンもめっちゃでかいはずやのに。あ、でもどうなんやろう、あの女の子と同じぐらいかな大きさ。あー縮んだ。あー縮んだ。よし、つつく、いけいけ、オッケー。さて、最後相手がでかくなってこっちは小さいまんまやろ。
オンバットレベル30、チョッキレベル33、結構みんな上がってきたね。もうネギがないとこのまんまいきます。よしよし、ネギがないといいなあのキリッとした感じ非常にいいな。そしてドリルくちばしで、いけ、もう一気に勝負をつけて、あ、くそ、半分近く残った。え、そのまま戦うの？あー危ない。ダイマックスしないんですか？じゃあついばむ、やっつけちゃうよ。アユナはこれが最後のポケモンと勘違いしているそのまんま正々堂々とみたいな感じ。武士道じゃないけど、お、エースバーンレベル39。あ、まだいるのかポケモン。なるほど、そういうことか。そのまんま行く。踏ん張りどころです。私も一緒に頑張ります。体力が危ないね。回復しておこうか。ということやから、ちょっといい傷薬を使って体力を回復しておこう。青ガラス、ふん、オッケーオッケー。もう全部壊しましょう。尊敬を込めて巨大マックス。怪力巨大化とかめちゃくちゃ恐怖やん。これは夢に出ます。人型のポケモンのね、巨大な姿とか超怖くない？なんかすごい姿、すごい変わったことない？なんか血管が浮き出とんやけど、めっちゃ、へー、あー怖い。これな、あ、せっかくだったのに。ちょっと待って、何系でいけばいい？格闘、オンバットいける？飛行系やけどめっちゃちっこいけどいける？相手何レベやっけ？36レベル、結構きついかなだいぶきついかな。ダイヤーク、うぃーやー、一発、つらい。ちょっと待って、アブリボン。最終的にエースバーンがおるっていう風に思っておこうアブリボンとかもうプッチやん、指先でプッチやん。どうしよう、フェアリーがいけるんやっけ？ドレインキス、うっくー、効果は抜群だけれども、あ、一応体力残った。あ、よかった、3ターン終わった。もういけるんじゃない？これはあと、これでドレインキッスでこっち体力回復もできるし、向こうちっこくなったけんでかい時よりは効くはず。向こうの攻撃がどうやろうな。あー耐えて、おー、やばい、一緒、この繰り返しになるかなこの一発でいってくれれば。無理か、あと一発いける。でもあと一発、あー体力やばいな、黄色いな、無理やねこれ。アブリボーン、あーですよね。でもすごい粘ってくれた、ありがとうありがとう。じゃあちょっとエースバーンでいくわ。ここは多分どれも効果抜群とかじゃないけん、まああれやね、普通にレベル火炎ボール言ってそんなにレベルも変わらん気がするけど、よし、みんながつないできてくれたの。オッケー、とどめだけ刺していくっていうね。あなたが率いるポケモンから武芸の魂を感じました。お、本当に感じた？最後ご利用し合ったけど本当に感じた？ありがとうございました。ふん、手合わせして分かりました。あなたたちとの立ち合いで私、思わず心が踊っていたようです。騒がないのも勝負であれば、楽しむのも勝負ですね。ありがとうございました。格闘バッジをお受け取りください。
なんかちょっと微笑んどる、かわいい。身長差。結構あるのね。これが格闘のジムバッジ。レベル40までにポケモンを捕まえられるようになった。お、これからも様々な出会いと試合があるでしょう。それらすべてがあなたたちの心の糧となりますように。ありがとう。アイラさん、ジムリーダー斉藤さんに勝利、本当におめでとうございます。記念にこちらの技マシーンをどうぞ。アイラは技マシーン42リベンジを手に入れた。相手から技を受けていると、その相手に対して与えるダメージが2倍になる。格闘タイプのユニフォーム、こちらも記念にお持ちください。アイナは格闘セットを手に入れた。格闘バッジ、似合ってますね。アイナさん、その調子です。やったよ、褒められた。トレーナーさん、すごく強いんだ。イエーイ。やった、勝った。アイナ選手、すごい。格闘タイプのジムリーダーとの勝負、参考にするかね。お、参考に、ぜひぜひして。自分も諦めかけていたけど、あんたらの戦いを見て、もうちょい頑張ることにしたよ。人に希望を与えるっていいね。いやー、あんたのファンになったぜ。おー、嬉しい。ファン。ファンができた、ファンが。え、てか、あれよ。ホップはどうなったんやろ。やっつけたんかな、ちゃんと。じゃないと先に進めんよね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次はどうなんやろうね。森の方に進んでいくんかな。それともまた全然違う街に行くんやろうか。多分出たらイベントが始まるやろうけん。そこでわかるか、行く方向も。